さあ、本日のアンケート。ここにも、そこにも、あそこにも、石岩島があるかチェックしますかいやー。A ー、チェックするよ。なんか気になるね。目に入るね。B、うーん、気にしない。はい、僕は完全に B ですね。そんなに気にして見たことないですね。はい。 えー、メールで参加する方は、hip.rokinawa.co.jp,hip.rokinawa.co.jp hip。はいよ、えー。電話がですね、098-869-8640。はい。ファックスが098-869-2202となっておりますので、 えー、今日もですね、いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのか、トントントンと言って予想もタッグはしてからに送ってください。見事ピッタシカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますので、T サーチに参加するすべての皆さんは、住所。 本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッパーしてからに張り切って参加してみてください誕生日はですね基本的に自己申告制となっております年長者の方は OK ということでニ、えーニーネーネー父ちゃん母ちゃんおじいおばあ先輩などは OK ということですので1時までに送ってきてくださいお待ちしておりますよさあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中どんなになってるんでしょうか 今日は報道部ニュースセンターから近所ななえアナウンサーです。ななえちゃん、はいこんにちは。はいこんにちは。よろしくお願いします。お伝えします。はいななえちゃんどうもありがとうございました。はいありがとうございます。どうですかね。うん、えー、ここにもそこにもあそこにも石岩島があるかチェックしますか。え <laughs> チェックする。b 気にしない。 ですね。あんまり気にしたことはないですかね。僕もないですね。<laughs> ただ人によっては気になる人いるみたいですね。あ、そうか。やはりこう迷路の意味合いというのもあるのでってことですかね。うん、大体あれってなんかほら、はい、突き当たりにあるよね。ええー、あ、そうですね。道のね、はい、だからまあなん、斧ずと目に入るというか、あ<ー>そういうことなんですかね。まあでもそういう場所でもあんまりそこは見てない気がするんだけどな。そうですね。うん、あの実家の 近くは、はい、あの結構石垣島がですね、うん、あるところが多くて、はい、割とこう実家に帰るときあここにも石垣島って思ったりすることあるんですけど<ー>そうですね日頃はそこまで意識はしないんですけどねそうですねあこんなとこなったんだみたいなねそうですねそういうあおみたいな発見っていうのはありますけどねあ,あとねはいなんかのニュースかなんかで見たんですけど、えー、めちゃくちゃでかい石垣島あるの 見たことあります？え、大きいシガ島ですか？え、高さにするといやいやもうえっとね、どれぐらいだ？わからん。俺の身長の高い数多分二メートルぐらいじゃないかな。あ、そういや知らないです。っていうのをなんかのねニュースで見たことがあるんですよ。え、そうなんだ。ちょっと見てみたい。すごいですよね。だからね。すごいですね。え、それはあの例えば。 石垣に沿って置かれているのか、そこだけ独立して石垣島って感じになってるんですかね。なんかね、多分、はい、ちゃんと石垣島の四角い形してたと思うんですよ。えー、別にあのブロック剣用ではなくて。あ、そうなんですそれだけ置かれてたような気がするんですけど。ちょっと記憶あやまなんであれです。えー、県内のどこだったんじゃないかな。あ、そうなんですか。うん、なぜその高さになったのかとかちょっと気になっていろいろ調べてみたくなりますね。なんか確かあれだよね。えー、あれってなんかマヨッケみたいな感じ。うん で、ええ、そう悪いものがこう、そこ、うん、ま曲がっていけみたいな。ええ、そうですよね。あんな意味だったんだよね。はい。だから、もうでっかいの送ったら、相当曲がっていって欲しかったんだよね。<あ> <laughs> なるほど。ここに来ないでっていう。はい。そうですね。<laughs> そうですね。そういったところで。 そうか本当に石岩島って今言われて改めて意識しますけれども沖縄の古き良き文化の一つなのでそうですねでなんねそそそうううすよ私なんか今アパートに住んでるのであまり近所で石岩島って見ないんですけれども仮に今後マイホームを持つとかってなった場合は起きたいなって今話してて思いましたねもし定時路とか当たったらそうですねもしそこになっったらちょと おきたいなと思いますね。そうすね今ちょっとね、うんス、スーパーコンピューターで調べたやつ見ると。石岩島は、ティジロ郎やサンサロ、てい次郎やサンサロの突き当たりなどに設けられる。うん、マヨケの石碑と。うん、中国で発祥したもので、日本では主に沖縄県に多く分布すると。あ、中国が発祥なんですね。そうみたいですね。はあ、そうなんですね。シチ、うん、を徘徊する魔物、マジムンは。うんうん 直進する性質を持つため、うん、定次郎やサンサロなどの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられているそのため定次郎やサンサロなどの突き当たりに石岩島を設け魔物の侵入を防ぐ魔除けとするとんなんと魔物は石岩島に当たると砕け散るとされる すごいですね石岩島のこう意義というかすごさを実感しますねお話聞くとね。魔よけというとつながりでは、はい、あの昔ですね祖母があの食事をね持っていきなさいって持たせてくれるときにあのちょっと度忘れしちゃったんですけどひもをこうサンゴアですはははいはい、はいしね。よくそれで持たせてくれて、うん。 やってそうサンゴアでね持たせてくれた思い出があるので私もこれ習慣化させたいなって今話しながらね思いましたねあれいいよねいいですよねなんかねんあ,のあれですよあのうちの義理の母とかはもうこの、はい、<laughs> しょっちゅういろんなの持たせてくれるから優しいお母さん、うん、もうたくさん区びって置いてま, <laughs> 置いてますよ。<laughs> あらかじめストップ。ぱッと入れられるように。え素敵ですね。そういう女性になりたいですね。なんかこれいいよね。いいですね。なん、なん、なんていうのかな。人って、まあ、こう。愛情をかけてる気がしてね。うん、本当にそうですよね。あの、私、以前、あの、リポーターの東幸恵さんから。あの、プレゼントっていうことで、手作りのね、品をいただいた時にお料理だったんですけど。あの、サンゴアがね、ちゃんと添えてあって。素敵だなと思ったことがあって。 いいですね女性になれたらいいなと思いますねなんかねあのま魔除けグッズ結構いろいろあるんですよねあのね多分これ北部に多いのかな家の門扉とかになんかトゲ生えてる貝貝あれくっつけてるの見たことない見たことありますあるよね。あれも確か魔除けだったと思うんだよなあの トゲトゲがこうちょっと痛そうな大きめの貝ですよね。大きめの貝、そう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 。痛かあります。あ、確かヤンバルとかあんな北部に多かったんじゃないかな。そうですね。結構ドライブしてる時になんだろうなと思って、そうそう。後で調べようってそのままにしてたんですけど、気になりますね。うん。ああ。まあまあ行ったらシーサーとかもね。ええ。そうだからね。そうですね。やっぱり私たちのこう暮らしをね。 安全にっていうところで魔毛けのいろんなこうしながらね力を発揮してくれてるのかもしれないですね。そうよねうんなんかさあれよねすごくないあの例えばまあ現代魔毛けではないけど現代だとほらなんか、はい、えっとねジュズやったりとかあーありますね。まあ ミサンガはちょっとあれ、なんか願い、願かけるかなんかあけ。そうですね。多分ミサンガがほどけたら、願いがこう叶う,う。うん、叶うみたいな。うん、そういうなんか、前除けとか、その願掛けのアイテムっていっぱいあるけど。<laughs> えー、その。石がんともそうだし、うん、シーサーとかも。ずっと昔からあるけど、なくならないさ。そうですね。ちゃんと残ってますもんね。別に流行り廃りではないさね。ええー、そうですよね。だからすごいなと思って。確かにもうスタンダードで、もうずっと、うん。 ここにあるものとして定着してるっていうのは、うん、沖縄ならではかもしれないですね。そう,そうだけど、だかぶね、うん、術とか三さんがとあんな流行りしたりでやらなくなったりするけど、ずっとあるからすごいなと思って。本当ですね。うん、こういうこう風習っていうのは本当にちゃんとそういう意味ではね、こう残して伝承していきたいですよね。やっぱりみんな信じてるところがあるんだろうね。うんうん、そうですね。ううねあとこう大切にあの先祖をこう敬うっていう意識がもしかしたら。うん 他府県よりも強くてそういったところでおじいオーバーも大事にしてたから自分たちもね受け継いでいこうねって思いが、うん、これをやっと監督いけんよみたいなところがあるのかもしれんね,ね、うん、そうですね絆感じますよねあんな一石岩島なんてさもう新しい建物バンバン建ってるんだから、うん もうやらんでいいんじゃないってなりそうだけどまだあるからねそうですよね結構取材先行くと、うん、まあ新しい石岸島もあったりしたなって今思いますもんねそうそう多分今新しく建物作ってもねうん、うん、その定住とかだったら作るはずなんですよねそうですよね、うん、すごいよねだからね本当ですねちゃんとみんながねこう守ってるっていうのがうん、うん、沖縄のまた素敵なところです、ね、面白いねはいわかりましたありがとうございましたありがとうございましたそうなんですよずっとあるからね なくならないっていうのがすごいですよね、うん、はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七位アナウンサーでしたさあ、えー、本日のアンケートここにもそこにもあそこにも石岩塔があるかチェックしますか A チェックする B 気にしないなぜこのアンケートにしたんですかっていうとあのですねつみろくさんねラ,ラジオネームつみろくさんのお題の提案があったということなんですねつみろくさん気になるんでしょうね宇宙デレクタも気になるって言うんですよ 見る。そんなに意識してないですね。さっきあの奈々ちゃんと話し,したときに僕が言ったでっかい志願島が県内になったはずよっていうの、元ユニンチューさんがツイッターに画像を上げてますね。えっとね、日新家屋の半分ぐらいあります。だから <laughs> 平屋の高さあります。三メーターぐらいですかね。デージでかいですよ。 はい本当にありますねうんはい、面白いな皆さんあの石岩島の写真載せてるんですけどブー25さん川崎の沖縄県人海が建てた川崎駅の石岩島川崎駅にも石岩島があるんですねへーはいということでいきましょうか、えー、皆さんこんにちは岐阜の9人のバーバですこんにちは、えー、今日のアンケートの答えは A ドラマフェンスを見終わったところですいいドラマなのでたくさんの人に見てもらいたいですねあ残念ながらヒープーさんは探せませんでしたこのドラマの中にたくさんの石ン島が出てきましたねとても印象に残っています今度沖縄に帰省したらいろんな石ン島を探してみますということではい岐阜の9人のバーバーさんありがとうございます探しきれなかったでしょうん春アットマーク沖縄中毒さんだけが4回見てやっと当てたんですよねえはいありがとうございます <laughs> 前も言いましたけどうちの妻もわからなかったですからね <laughs> はい。<laughs> というか俺も多分意識してないとわからんはずそれぐらいですねはい。皆様ごきげんよう地下作用と申しますこんにちは晴れの日が続いて暑いねしてから今日のアンサーは A 最近炎のダイエッターになったのでウォーキングしているんだけどその時に見かけるようになってそしたらあちらこちらで見るなと思っているよ シーサー見るより石岩島の方が多いね石岩島見たら右に曲がるようにするとどこに行くのかな今度やってみようでは今日も時間まで読んだねはいタイトルがいいですよね「私はまっすぐしか行けないからね」っていうね <laughs> よくご無事で今までね <laughs> いやどんなやかや待ちンと一緒やしはいありがとうございますはいさっきも言いましたがこ。 テジロまあ定時録かに突き当たったところによく置かれていると魔物、うんはい、を避けるためだということですねこのスーパーコンピューター調べたデータによるとこれ,これ面白いのはですね名前の由来石岩等っていう名前の由来は中国の武将の名前とも、えー、石岩あ石神か石神信仰に由来するとの説もあるが定かではないと。 なんでこの名前だったかわからないみたいですねうん。もうなんか当たり前に見てるからね。でも由来はまだわか,かってないっていうことなんですね。うん、はい。花の子ルルさんこんにちは。えー、ですね。気になるというのは霊的な感じのですか。私の場合古くてかっこいいなーとか小さなニコニコ描かれてありなのかとかこんな小さくてマジも気づくかねえとかが。 気になってていいいろろ見しまいます <laughs> シェイブさんうちは突き当たりに家建てたから石岩灯設置しないとなと思って見に行ったら意外と高くてなんだかんだ取り付けてないんですがあれって勝手に「ここら辺でいいかねえ」で取り付けていいんですかねえ。はい、<laughs> 小さすぎてこれ見えてるかなマジモンがっていうね。うえうえうえええ。 <laughs> ええええいけるいけるん見えない字が見えないってなってね <laughs> 何の心配そうが <laughs> そうだないや俺つけたことないんであれはどこに打ってるんですかーホームセンターにもあるあっホームセンターにもあるん <laughs> 石材屋さんとかお結構しますね,すねまあまあ石だからな、うん、設置設置か石岩灯屋ってはないですよね <laughs> この手いじろの手こまり里川が真ん中あらんがやじゃないか多分 <laughs> <laughs> そっか誰が設置してんだなあれ <laughs> はいじゃあコマーシャルです さあ本日のアンケートあなた石丸島があるかチェックしますか A がチェックする B 気にしない、えー、ヒープ遊ぼうルパンがいした藤子ちゃんだっちゃはい遊びましょう私石丸島上宮だからするっちゃ <laughs> 新しい言葉だぞ石丸島上宮 <laughs> 坪屋の一通りの、うん、八ちむん通りからひめゆり通りに抜けるファーストフードがある突き当たりの T 字路 あと泉崎の坂から上っていってコンビニがあるところの T 字路どっちにも石岩灯が置いてあるのよ。あれって誰が設置しているの市が設置しているのそれとも T 字路の先にあるお家やお店の人が設置しているのはい先ほどからね誰が設置しているのかっていうことなんですけどこれはですね沖縄県道路管理部石岩灯科です。<laughs> では番号言いましょうね <laughs> <laughs> 嘘だよ言うなよ誰にも誰にも言うなよこれは <laughs> 嘘だから <laughs> だからさ俺はよ多分よ突き当たっているところの要は石丸とタッコはすところの主がやってると思うだってだよね「ッターやにこないでよ」の意味でしょ「跳ね返す」っていう意味だからだからこの家の人がやってんじゃない はい。いや、石がんとうの電話番号いますね。<laughs> <laughs> はい。いいですね。あったら面白いな。うん。でも、あれ、だから、そう考えたらよ、違う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 。あれ、道路はさ。公共の道路だよね。あ、壁はドゥーターか、の壁か。うん、そうだね。自分たちの敷地の壁にたっこうはしてるからね。そう、そうですよね。道路にはみ出したら、あれですけど、壁は自分たちの壁だから、まあ、いい、いいっちゃいいのか。はい。 こ、えー、こんんににちちははです気にしてまでは甘くは見てないの B もしかして今日のアンケートってヒープーさん地元でもある浜比嘉の事故からですかだからさこの1年で同様の事故が3件今回で4件目なんですよ浜比嘉自体シュルミ中と奄美中と呼ばれる霊婆や右ジュがあり島自体が神が住んでる島みたいなのもあるんでしょう 聞いた噂によると橋からの提示炉なのにトンネルのように壁が続いて見えたとか仕事のルートでもあるしたまんのポイントでもあるけど怖くて夜はいけないさじゃあ仕事しながら聞いてますうんはいマッツンさんありがとうございますちょっとあの実行が続いた時にですねあの反射板とかですねあの追突してもなんか大丈夫なようなクッションみたいなのを 設置はしてあるんですけどね、うん、俺,俺とってもこれ気になってたってばこれねえなんかもしかしたらこのバ,バグって見える、ま、目の錯覚というかねああそういうのがあったりするのかなはい気になりますねこれねうんま、はい。えー 皆さんヒープさん、今日は今日仕事終わりにプラスのドライバーとモンキーを持って帰るっていうことを覚えててくれますかイケペイです。<laughs> ええ、課長系マあるかノール、電話すんばんし。で仕事終わる時間にイケペイしれらんけどって。<laughs> アンケート。今日の晩酌 T 足 B はウォシュレットの取り付けだの B。気にしたことないっすね。全くのノガン痘っすよ。ノーガン痘 で、えー、かつてのかつてのシンカーにナイチャーがいたんですけどこいつの話によると沖縄に来たチャーキーは休日になるとチャリンコでハイクも愛していたらしいんですしばらくは沖縄は石岩島って名字の人が多いんだなと思っていたらしいですよはい池ンさん <laughs> ありがとうございますうん低い表札にしては <laughs> 目の高さじゃないの表札って低いところは気づかなかったば低さよ表札低さよって思わんかったばうんはいありがとうございますまあでもわからんかったらそうもう表札に見えるのかなもうぽいっちゃぽいからねあとよ沖縄のあの何やって言うか亀甲ばかか あれ見た時にもおうちって思ったってよでかすぎてそう分からんかったそうで内地のお墓と全然形が違うからねでもねヒブ、うん、さんこんにちはポロリーマンお守りですはいこんにちは <laughs> ちょっと息切れしてきてるな <laughs> <laughs> アンケート B ですよ気にしないです自分自身が石眼塔なのですよ 石東ジラ選手権に出た,出たいぐらいですなんだと自分自身があい期待 <laughs> の,のところだな <laughs> やっさーこれマ、ま、マイマイシガントウだねマイイシガントウまあこれや <laughs> これ目から上見たらワニ先生あらにくれハ <laughs>

ツイッターでサマンサ二号さんがえっ、ー、と石岸と、えー、大分と東北のどっかに一つぐらいあるって言わんかったっけ誰かが新庄さんに聞いたらわかるんじゃないはいわかりそう,りそう新庄さんわかりそう,うんはい、えー、皆さんこんにちは奥の山猿ですこんにちは暑いですね山の中の山猿の作業場も暑い上に熊マゼミの大合唱 ますます熱く感じます <laughs> 本当になんかす情景が浮かぶんだよなすごいなアンサー B です石岸島はあったらあるねえぐらいで定次郎き当たりにあるかどうかはいちいち気にはしません山猿は以前に日本のどこまで分布しているかを調べたことがあります何？石岸島なえ29都道府県に分布していて遠くは秋田県に38個ありました沖縄には1万個ぐらい 隣の鹿児島県には1153個あるようです。琉球王国時代に中国の福建省から伝わってきたようですね。答え出たやしも <laughs> すごい、なんで知ってんの奥山猿さん。えぇ、ー、自分で調べたわけこれ。すごくないもうし、したたかえやしもう <laughs> チェックするどころかや。内緒にチェックするのどうや。えー。ぇ はい、ありがとうございます。やっぱり中国から伝わってきたものなんですね。えー、この絵。秋田県とかこの鹿児島に住んでると、意味わかってるかな。うんうん。ああ、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 なるほどね。あ、沖縄から向こうに住んで、また地元こんなのあったか、らうちもやっとこう、秋田に来たけど、やっとこうっていうとか。 あーあー、なるほど。そういうことか。ありがとうございます。わからん人が見たらあれな。ななんても。まあ表札っていう意見もありました。けど、こんなんな,な,なんか祀られてんのかな？みたいなね。感じするよね。あれね。地も強いさ。意志がんと。強いよ。お疲れ様です。拙者のラジオネームは三代目レップ帯浦添い。支部数こんにちは。アンケートを。 拙社ラジオネーム3代目列プ隊浦添支部のお仕事はペンキ防水の塗り塗り屋さんはい民間屋に石岩灯ある時あるから石岩灯あったら塗装作業で汚さないために養生しないといけないからチェックはしますなるほど今入っている北中城の民間屋は入り口に石岩灯があるから養生してありますでは拙社2人でご0るなるほどそうか 石岩島を養生しててるっていうのすごいや、ねうん、養生ってのは要はあのペンキがつかないようにここだけカバーすることですよね、うん、はいありがとうございますすごいそっかいっぱいじゃ見てきたんだね今までねうん謎の43年生よりこんにちはヒープヒープさん沖縄ナンバーワンでかいのは多分カデナの防衛庁の前にあるでっかい石岩島がありますあそれもうちの石屋が施工したよはっ カナ基地近いから石岩島にパンチありますはいえいるやし施工業者 <laughs> <laughs> 割と早い段階で、ね、見つかってるやしああのま派いいなあこれこれはこれかーあはーあっしゃビよこれこれ,これ施工したこれ石もあかんのってきてこれこれこれご本人ですかこれ謎の43年生別の あ、別のか。あ、そうか。はい。ありがとうございます。これパンチあるね。うんちち。ちゃんといるやし。<laughs> <laughs> あの嘘つかなくでもや。沖縄県道路管理なん、なんちゃらかんちゃらって言ってからや。ちゃんといるやし、これ。はい。じゃあ、コマージャルです。おい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 、ツイッター見てたらショッカー戦闘員さんが。今日も心現れる沖縄のビーチでティーサージを聞いていますっていうことで。綺麗な海の写真がね。 添えられておりますが沖縄に来てるんですねうんと思ったらヒージャーパイセンさんがね引用リツイートして石垣の皆さん石垣とあってもマジムンのショッカー来ていますよ <laughs> <laughs> ショッカーに石垣とは聞かないんじゃないか多分マジムンとは違うからねちょっとねうん来てるんですね沖縄どんなね最高でしょうねあんな晴れても あの日焼け注意してください。しょっか日焼けすんのかな？<laughs> ここだ, <laughs> ここだ顔顔だ。顔顔だけというか。玉てろさん、イブさんこんにちは。こんにちは。早速アンケートを b あるなぐらいでチェックはしていないです。石が通って未知の突き当たりに多いですよね。以前住んでいたアパートの部屋は階段上がっての正面の突き当たりになっていたので、石窯と置いた方がいいのかなと思って。小さいのを買って扉の横に置いていましたよ。 へーあアパートでもやるんか。あと、うん、旅行に行ってホテルの部屋が廊下の突き当たりだった時も部屋の中から外向けに紙に「石岩塔って書いて貼っていましたよ。すごいな。あと知り合いのトー間さん内地のカスタマーセンターに「ー間の塔を伝える時「石岩塔の灯よ」って伝えていました。伝わりますかね。では、 <laughs> いや分かるよこの「唐」っていう字ね伝える結構難しいんだよ。な内地にあんまりこんな読み方するのがないから「石岩唐の塔ですよって「あのね石岩島とはねってまた石岩唐の説明しないといけんからね。ありがとうございますこれ何て言って説明したらいいの,間の塔なんかこれのあたる日本語ある使ってるやつ。 あんまり浮かばないんだよね。あの裕福のなどっちかあれ服服あ,あ裕裕服どっちか服かの上に三つつけてとかじゃないのこれ合ってる <laughs> <laughs> 合ってるこれ無 <laughs> 説明難しいんだよこれ本当にアギジェさんこんにちはアンケート A 子供の時から通学中は 今犬に追いかけられたらどこに登ろうっていうことを常に考えながら歩いてたから石岩島の壁の位置を全部把握していたねこんなところに石岩島いらんだろうっていうところも知ってるヤシが俺は沖縄のこの強い日差しの中で一番石岩島起きたい場所はお肌の曲がり角だと思うけどなお前こと言ってるねさん <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい そっか俺もでもちょっと考えてた今犬来たらこっちのボロやっさっていうの <laughs> 面白いよね我の <laughs> 考えることってね <laughs> さあ続いては沖縄方面のおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞさあ1時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますはい馬ババンのコーナーええー、宮平特選隊義ーさんの「 マーコーにババン刺身好きな妻に「あんた糸満出身でしょう」って刺身好きな女に言っていつかは当たると信じて運命な人探している <laughs> なるほど会うたんびに女性に「あんた刺身好きだから糸満出身でしょう」って言って当たる人が運命の人ってことですよね。えー、と頑張ってください <laughs> <laughs> いや、わからんさ。もしかしたら巡り合うかもしれんさ。<laughs> はい。 さあでは皆さんのお誕生日をですね晩組化してからにお祝いしますよとえっ、ー、とね「南部からスクリュードエース本日もゆたしくなのだこんにちはお誕生日うんうんをゆたしく本日7月6日はお笑い芸人農家として頑張っているベンビーさんのお誕生日になっているみたいなんでヒープーさんから素敵なうんうんをゆたしくなのだ」ということで「ベンビー今日誕生日なんですね、うん、はいおめでとうございます」ねいくつになったかな、うん、あ トムンさんからも、えー、ベンビーさん49歳おめでとうございます。と、来ておりますね。ユユイさんも、今日はヒープーさんの後輩、私の地元の先輩、かっこ小学校でもある、ベンビーさんの49歳のバースデーってよ、他局で同時間に番組しているのに、ダールバーの告知をリツイートする優しいベンビーさんにおめでとういたしくです。ということで、優しいね。はい。たくさん来てますね。おめでとうしくです。ということで、優しいね。はい。たくさん来てますね。おめでとうございます。はい。49か。そっか。ガチマイヘビーです。はい、こんにちは。 ワのノあれおばあやたかやラジオネームアーマンの誕生日なのでいつものよろしくですハンビーさんも今日誕生日ですよね誰かなハンビーさんは <laughs> 地区の名前になってるなはいラジオネームアーマンさんお誕生日おめでとうございますお母さんですかね、はい、ハイタイヒープーさん前世は飼い犬だったエリスですよはいこんにちは 今日私の誕生日です。午前中に旦那さんと私の誕生日をお祝いするために、私自身がケーキとお花を買ってきましたよ。お祝いしてください。旦那が買ってくんじゃないんだ。<laughs> はい、エリスドさん、お誕生日。おめでとうございます。はい。ラジオネームペンキアヤシガさん。はい、サイヒープーさん、こんにちは。今日7月6日はペンキアの49歳の誕生日となっているってば、40代の最後の1年がいい1年でありますように、ヒープーさんの力強い運を、 お願いしますわかりましたペンキヤヤシガさん49歳のお誕生日おめでとうございますね。オガハンですよろしくお願いしますこんにちは今日7月6日は私の母三エコの誕生日で80歳を迎えましたこの年になっても4時間の仕事を週2回自分の意思で行っています本人曰くボケ防止と言っているので怪我だけは気をつけてと言って好きにさせています 週末は料邸で、これなんていうんでしたっけ、傘。あ、三十か、三十か、三十のお祝いをやります。ヒープーさんからもお祝いの言葉をいただけると、本人も喜ぶと思うので、よろしくお願いいたしますと。いうことで、はい。小川はんさん。ええー、は、のおさん、美恵子お母さん、八十歳のお誕生日、おめでとうございます。ね。すごいね。週二回。仕事やっている。ね。 はい、では。七月六日お誕生日の皆さんまとめて、おめでとうございます。はい、ハーピーバースデー。本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で。うん、そしてデイジ笑える楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。 さあ、そしてお知らせ。今日はですね、ヒープケ k ジャージのダールバーの収録日となっておりますので、皆さんからのメッセージを番内お待ちしております。コーナー1、つまみをください。リスナーが日頃気になっていることや、世の中に物申したいことをヒープとケとジャージに聞いてみたいことをつまみに委託しますよ。懸命につまみ、本文にはトークテーマとご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください。コーナー2、今週のムフーフ。 あなたが遭遇したちょっとだけ気持ちが高ぶった無夫婦なシーンを送ってください。みんなでシェアしましょう。できる限り新作かつ鮮度がいい無夫婦をお待ちしております。シチュエーションとかも書いてくれると分かりやすいですに、ね、そろそろ暑くなってきたんでね。薄着の方が増えるんじゃないかなと思っているんですがどうでしょうか。コーナーさんメロディアスな主張。 あなたが今一番伝えたいことを、ヒープとケージャージがメロディーに乗せて叫びます。日常に潜む、なぜ、どうしてや、他人の行動になんか納得いかないこと、この機会にぶっちゃけたいことなどなど、皆さんの心の叫びを聞かせてください。7月の課題曲は、紫のダブルディーリングウォーマン。ディーディーディリディ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 沖縄爆笑伝説のテーマですね、これね。はい。 えまたダルバーでは曲のリクエストを絶賛募集中です年代ジャンル問いません選曲の理由やエピソードも必ず添えてくださいさあ各コーナーへの参加は db864 アットマーク r 沖縄 .co.jp まで懸命にコーナー名を忘れずにメッセージはこの後2時、はい、この後2時までに番内送ってきてくださいはいたくさんの参加お待ちしておりますよほい さあでは石岩東、はい、はい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 ラジオネームつみろくさんこんにちは今日のテーマを提案いただいた方ですねヒープさんスタッフの皆様こんにちはヒープさんさっきのだ川崎駅の東口に大きな石岩東を見つけました道を渡った瞬間にはいって思わず立ち止まってしまいました しかし反応しているのは私だけでしてその他大勢の人々は何事もなく素通りしていましたそこでアンケートあなた石岩島を見つけたら立ち止まりますかっていうのはいかがでしょう反応する人はうちのうちですよねではでははい摘六さん積六さんはんじゃあ、えー、沖縄のご出身で今はそちらに行ってるということでいいんですかねああこれ川崎駅の石岩島 結構でかいね、うん、これみんな何かなって思ってるのかな素通り誰か調べてくれないのかなはいえっとね川崎の地域情報ウェブサイトマイプレにこの川崎駅にある石岩島の謎が載っていました、えー、石岩島の裏側に由来が記されています昭和41年1966年9月 沖縄諸島はたくさんの台風に襲われ、甚大な被害を受け、中でも宮古諸島は悲惨な状況でありました。川崎市議会は、超党派で救援を決議し、広く全市で救援活動を展開しました。この火は、救援活動の返礼として、宮古島から送られたものであります。ということなんですね。2020年にはなんと設置50周年を記念して開かれた集いが行われたと。 あ,あ、素敵な由来があるじゃないですか。ちゃんとねえ。はい、ということで、罪の奥さんが見た石雁とはこういう由来があるみたいですよ。うん。まあ、罪の奥さんが書いてある通り、石雁と見たら立ち止まりますか？っていうのもうちのアンチですし。愛っていうのもうちのアンチですよ。もうこの時点でうちのアンチで道を渡った瞬間に愛って思わず立ち止まってしまいました。<laughs> って言わないでしょ普通ね <laughs>、はい、じゃあマーシャルですかね、はい、そういえばさっきほら石岩島の「唐」っていう字を内地の方にどうやって説明するかっていう話をしてたじゃないですかツイッターはね「キョンキョンヌーさんは唐」東っていう字は「当たり」っていうね旧漢字だったずあそうなんですねうん遠山さんっているじゃないですか沖縄の名字に。 あれもこの簡単な塔と複雑な塔があるからあれ旧漢字ってことなのかなあとね石ころさんがね富士山の風のうかんむりの下にある横棒を半分にたっ切ってからうかん森りにぶっ刺したら「塔やさ」って言ったら伝わらないからね「ムチかさよ」や「加工が多いよや」や <laughs> 当たたるっていいう字の旧漢字のみたいですねこれで通じるかな 当は当たるっていう字の急かにですよって言ってねひぶ、はい、さんこんにちは神奈川県川崎市より川崎のしおんですこんにちは石岸島はチェックしませんね県外にはあんまりないですからね私の周辺で思いつく石岸島といえばおこれこれこれ,これ川崎駅の駅前にあるものぐらいですこれは台風で被害を受けた宮古島への義援金のお礼として送られたものなんだそうです知ってたんだね ただ、川崎市は沖縄とゆかりも深いせいか、シーサーはよくちょくちょく見かけます。川崎市内で私がよく行く場所の中に、シーサーを飾っているところが3箇所あります。で、今日のアンケートは、ヒープーさんが G をデザインした、ゆたしく石岩島を8000円で売り出す布石ですかね。では今日の放送、最後まで頑張ってください。はい。川崎のしおんさん、ありがとうございます。 さすがシオンさんですね。えー、限定で百セット <laughs> 準備しております。はい、あの応援終わるまでにね。<laughs> <laughs> <laughs> いやいや。石炭党は石炭党って書かないと多分力が出ないんじゃないの。<laughs> ゆたしごとが書き足したらダメなんじゃない多分。<laughs> マジ文が意味がわからなくなるわけよ。だからか難しい人間的これワッターが恐れるべき石炭党じゃないんじゃないのこれっつって。 まっすぐ行けるよつってねだねらこれはちょっとできないんですよ志願島は志願島という文字だけで十分なんですよこれはね、うん、はい、えー、はいさいいつも美人の味方チーム綾子代表取締役エロザイルですこんにちは早速アンケート B 気にならないドスあれ見たら曲がらないとダメなんでしょめんどくさいさあ ヤシが昔よく行く居酒屋のカウンターの角にしか座らないから石岩島と呼ばれていた <laughs> では時間まで頑張ってください <laughs> はいあり,がとうありがとうございます曲がらないとダメなのは真面ンの方ですよエルザイユさんはあ、あそこのジャンルなんですかワッターは別に大丈夫なんじゃないの曲がらなくてもうんはいありがとうございます 面白いな角にいるから石眼灯うーん、はい、ありがとうございますじゃあ入り口に立ってたら審査って言われるなあ <laughs> <laughs> イらば86の皆さんイープさんこんにちはニン悪いですこんにちはアンケート B ウォーキングしていても気にしたことはないですねエロザイルは行きつけの居酒屋のカウンターの角にしか座らないから石眼灯と言われていますよいやな通風じらや <laughs> ほらね あの顔がないものに顔ジラっていうこれ通風ジラ <laughs> どんな違いが説明しれ、ね、通風ジラにはいありがとうございます呼んでた方ねエルザイルさんのこと石山党と呼んでた側の意見ですね、うん、<笑><笑>こんにちは。 心の美人になりなさいなんてよく言うわよねエクセルの女です <laughs> なんかねエクセルの女さんのこの書き出しがいつもなんかねパンチが効いてるんだよな <laughs> アンサー B 石眼島ってそんじょそこら中にあるものだから特に気にすることなんてないわねでも前に変わった石垣島を見たことがあって石眼島の G の横に犬と雲毛の A と大きく抜点が描いてあるのがあったってば こういうのも前イケになるんかしらね。それじゃあまたね。はい。<laughs> これ分けた方がいいな。この二つは。<laughs> いや気持ちはわかるけどよ。ここに犬のふうをしないでくださいってことだよね。<laughs> 石炭党と分けた方が良くない。<laughs> うん、はい。ありがとうございます。なんてかな。誰かさっきツイッターで十五番目の男さんだったかな。ワタヤの石炭党はねえねえが ブロッッククにマジックペンで書いた石眼灯があるって,言ってません <laughs> これでもいいば <laughs> う<ん>一イダンプムッチャーターがフロントに張ってる顔が見えないフィルムはルーターが人相悪くて嫌な鍵だと一般市民に見せないようにだよあのフィルムは車検を通るがダンプムッチャーターのチラは車検は無理さ何がさあよや, <laughs> いや悪口どうやこれや <laughs> わからさんさ。 でじゅっさや、えー。さあ、アンサーあいろんな場所の石岩島はちゃんと見るな。石岩島といえば、昔、集落の運動会で、飲んだ帰りに、死に、くすまりたくて、我慢しながら歩いていたのに、なぜかしら、トミコーネーネーターの家の石岩島の前で、気が緩んで、爆弾とか。ワンはそのまま死なんふうりして歩いていたら、後ろから小学生が、おじさん、落ちてるよって注意されたな、テーペド。ヒップ。 ある意味での石雁島の言い分のやなもんだな。安静。一個も石雁島のせいじゃないよや <laughs> <laughs> おいほら、小学生にカメラってや。<laughs> タイトル、石雁島は生きている。麻美党が。<laughs> はい、ありがとうございます。全然石雁島のせいじゃないだろこれ。ええ、神によ。とみこうね、ええ。びっくりしたはずよや、親。本当に。 えー、皆さんこんにちは24番の香リんですあちょっと久しぶりですねこんにちはアンケートの答え日気にしてなかったけどよく見たらありますね設置されている場所には何かしらの意味があるんですよね子どもたちが小さい頃に竜神マブヤをよく見ていました確か石岩島のことにも触れていたと思いますマブヤがマジモンをやっつけてとっても面白かったよ沖縄ならではの文化を大事に伝えてもらってマブヤもティーサージもいい番組ですねえ はい、まあ、ありがたいんですけど24番の香里さんディレクターがコメントを書いてあってですねマブヤはですね子供に二重丸ですねティーサージは子供に三角です <laughs> <laughs> 三角時々 <laughs> マックス三角かや上。 <laughs> い,やい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 や、あるわ。2日ぐらいは年間みんな言ってるさ、ま慰、あ、霊の日の番組はぜひ聞いてほしいし、介護の日の番組も聞いてほしいですよ。この2回だ。でじゃあさ、はい、たい、おしまいおしまいです。こんにちは。本日のアンケートはなんとなくチェックしちゃうの A です。やっぱいるなぁ、なんとなくチェックするっつって。 通勤途中にある比較的新しいアパートの壁に小さな石岩島が設置されていて向かい側に道なんてあったかなと思いよく見てみると石岩島の真向かいに車やバイクの入れない獣道のような細い通路がありその先には数基のお墓がありました自分が住むとなると小さなことでも気になりますもんねなるほどはいおしまいしまいさん ありがとうございますわーこんなの丁寧にやってるところなんですねここねはい。ちょっとだけゾクッとしますね <laughs> あれ道何にもないのなんでこんなとこ石岩とがあるのかなと思って反対側みたい細い道があってその奥にお墓が見えるっていうのねちょっとだけゾクッとしますねこれねはいはいさあイブさんししかばぶー太郎です はははいこんにちは今日のアンサー,は A ーん石岩島はすっごく気になるな歩いているとそこばっかり目がいくさ普通に行き止まりとか角っこにあるのはまだいいんだわ時々よ訳わ,わからんようなところ例えばまっすぐの道なのに脇に置いてある石岩島ってあるさねそういうのを見ると実は隠れ扉みたいな不思議な道があって魔界とつながっていたりするんかなって思うとワクワクしてくるってば それでは今週もあと1日あるけど頑張ってくださいなこれもだシシカバブー太郎さんはい、ありがとうございますストレートの道に要は突き当たりでもなんでもない他に道がないところに石ある石岩島っていうのはなんですかね確かになんかよ例えばよユタとかに見てもらった時に、ええ、あんたこっち 霊が通る道になってるよとかっていう話も聞いたりするんですよ。だから、石雁と置いた方がいいよとかね、こんな話なんですかね。隠し扉。あの、ちっちゃい石雁と押したら、クくって回るっていうね。誰かいるのか、あんなちっちゃいところに。くるって。ね。愛してやまないヒープさん、リスナーの皆さん、こんにちは。復帰、このピュアノアイスです。こんにちは。アンケートを日、気にしてないですね。 っていうか最近あんまり見ないかも昔はおばあの家があったところが路地だらけで、えー、家建物より石岩灯が多かったってば <laughs> 大変だなこれ <laughs> して小学生の時に石岩灯を見たらウートウとうしないと幽霊がついてくるよっていとこに言われて石岩灯を見るたんびに「ごめんなさい道歩きます」って言ってからにウートウとして歩いてたよで最後までん中頑張ってください <laughs> これもうやなかなか落ち着かないやろに、ね、石岩灯いっぱいあって <laughs> なんでこの道を通させてくださいっていうことをお願いしてたってこと石垣島に <laughs> はい、えー。これはちょっといとこが嘘ついてあるな <laughs>、うんはい、ありがとうございます魔ヨけであってうド、ん、と音をするところではないですよね、うん、<laughs> こんにちはスヌーピーママですこんにちは石垣島あるなぁと気にするのでアンサーは A。 首里城復興イベントで首里城の赤瓦を使った作品作りで私は石岩灯を作りました玄関に飾ってますがお気に入りです<ー>あこれあ可かわいいね字文字踏で書いてあるのかなそうでしょうねうはいありがとうございますそっか玄関にまあ玄関のことは玄関にも入ってこないってことなのかな悪いのがね、はい、では1曲おい 名曲やしええラジオネーム「息子はまゆゆいのちさんからのリクエスト」薬師丸ひろ子で「あなたをもっと知りたくて」入りましたうーんいい曲ですね「息子はまゆゆいのちさんからのリクエスト」薬師丸ひろ子で「あなたをもっと知りたくて」という曲をねラジオから浴び出しましたね、えー、ツイッターなんですけど面白いのがあったんだよなえっと えー、あ、これか、金曜定期便さん。おじいが昔、猿岩石のこと、石岩島って言ってたな。<laughs> <laughs> あのね、のが、旅そうしがおいしい。たい、石岩島よ、石岩島。<laughs> なんとなくわかるけどね、なんかね、はい。こっち、はい。えー、皆さん、こんにちは、SO と申します。こんにちは。早速、アンサー B 気にしないですね。それより。 なんケン,ケンテ検ン,テン割れてるやし」とかこの「スパンドレル貼るの面倒くさそう」って思いますかねあ知り合いの先輩が「石岩灯」ってタトゥー入れてて何から守ってもらってんのかなって思ったことありますじゃあ時間ま頑張ってください。これね、業界用語これなん、ね、<laughs> スパンドレルるのめんどくさそう 何先輩石眼とって入れてるわけ、はあ、面白いと思ったんだはずなああ出落ちだからな <laughs> 一回笑ったらもう終わりだからなこんなので、ね、よく言うさアメリカアーターが整理整頓って入れてるっていう <laughs> 学級目標かや <laughs> 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 ラジオネームぬーたろうですこんにちは本日も聞いておりますこんにちは 本日のアンサーは今は B ですが内地から引き上げて沖縄に帰ってきた当時は目につい,たついてたんで見てましたね沖縄に帰ってきたことが嬉しくて「あ石岩とある !C さんもいる住宅がコンクリート!」という感じでなぜか見慣れたはずの沖縄の景色が新鮮に見えました コンクリート住宅といえば内地で一緒の大学を歩いていた建築学科の友達が沖縄で木造住宅を建てたときに「いやうちなんちゅなのに木造な内地でコンクリート住宅のことを勉強したんじゃないば」とコンクリート愛の話をシーザーから延々言われていてかわいそうでした。ひぶさんこの番組に時々現れるトンブロック愛好者あの人あの方たちは正気ですか <laughs> <laughs> はいルトラさんありがとうございます。 世の中で一番中盤はトンブロックって言ってたからね <laughs> 酒飲んでる時隣の席でお <laughs> お,おええー、なとおうたもん何がやったった一番中盤がいった若い意味やトンブロックろやつって。もう死に笑ってやつさ俺、えー、こんにちは猫のデコが好きですこんにちはアンケートええだね車乗ってる時に信号待ちでキョロキョロしたり子供たちと散歩中に石岩とあるかなつって見るよ積極的に探してるな きっかけは産卵が2歳の時にシーサーが大好きで石岩灯タイプのシーサーを見かけてから石岩灯を見るようになってさ一番好きなのが私が子供の時から見ていた首里金城町の石畳にある立派な石岩灯友達とランドセル持ちした時にあそこの黒い石までとか言いながら走ってたな懐かしいあるんですねこんな大きいのが 金城町のね石田ためにへーはい、はい、ありがとうございます。あった石岩灯というかよあの地元にアゲナ闘牛場という闘牛場があるんですけどあれのこのあっちが出てくるところのこの T 字路なトンよ大きい道に出るときにこの月あ当たりよあれが歌うのだあの坊やーー大きい坊やがいるさい、うん、あれがいたあれが。 <laughs> なんでこんなところにいるのかなって思うとこにいたうんこ,っち、はい、こんにちは鹿児島県の沖永良部島には石岩島はないと思っていたらありましたよとある住宅のブロック塀に書いてあったのを発見その家は、えー、屋根瓦も赤くて屋根にシーサーがいました、えー、先祖が琉球なんだなと思いました町の商店街に石が置かれているのも見ました ラジオを聞いて島の歴史に思いを馳せることができて面白いです。まあ、マジ門はまっすぐにしか進めないなんてまるで猫そのものですね。貝はうちの門にたくさん置かれています。さっきみんな開いてたよえ。石ころさんとかがなんなんだすあ筋筋貝だったなんだったこんな感じだよね。はい。猫町峠さんありがとうございます。沖き選ぶにもあると。 いうことなんですね、うん、だからさマジムンってまっすぐしか進めないんだなと思って逃げやすくない <laughs> 曲がったらいいんでしょ逃げやすいねいざという時もね、うん、朝は雨のおかげか少しひんやりしていたけど日が出てくると急に暑くなってきました東京から淡々のままですはいこんにちは石岸と東京でも結構見かけますえこうなの うウォーキングを始めてから表札や人様の家を観察するようになってあこの人沖縄の方だなと思われる表札がかかっているうちに石眼灯があることが多いですただ近くのインド人が営むインドカレー屋さんにもありました行き止まりや T 字路のところでもないのでおそらく意味が分かっていないようなあもしかしたらおしゃれでつけてんのかなはいえ淡、ー、々のままさんあれおしゃれかな <laughs> <laughs> な,んかなんかでも漢字が書かれてるから意思にこう東洋というか和というかああいう感じに見えてんのかな多分な絶対意味かってないだろうな <laughs> あ、はいありがとうございます。 ヒブ、えー、さんこんにちは。本日は母の病院の月添い日でこの時間に聞けています。えー、大分県別府市からラジオネーム兄さんです。おおちょっと久しぶりですね。元気ですかねアンケートもちろん A に決まっているじゃんありませんかだって石岩島でしょこれをチェックしない人なんているんですかいないでしょかっこ。えー、嘘少数は 沖縄を離れてからこれまで福岡と大分で石岩島を見つけるたんびに頭の中でかけ屋で風の冒頭の歌詞とメロディーが流れてきます。かっこいいやマジでみんなそうじゃないの聞くところによるとこちら大分県の佐伯市あたりには日本最古と言い伝えられる石岩島があるらしいのでいつかチェックをしに行かねばなるまいと思っています。ではでは今日はリアルタイムで大分県から下新県キーチョン県はーい。 の大分県の佐伯市に一番古い石岩とあるわけ沖縄よりもってことはへえ、はい、ますまあ大体はこっちから引っ越していった方がお家作る時に石岩とタッこは長景ってやってんのかなって思うんですけどそうじゃなくて本当に古いやつっていうのはどっから来たんですかね すごいよねうーんおい島松屋いびんこんにちはどちらかというとえ大体月あたりにあるから運転している時に目につくやところであのトゲトゲの巻き貝だけどよあれ水地貝やんや水地貝かそうかそうか普通は「もうもう」って呼ぶけどやんばるの一部では「べえべえ」つまり角二つ足四つらしい。 なるほどなるほどはい、えー、島本さんありがとうそ,うそうそうそうこのちょっと台風みたいな形してるやつね炊事街そう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 もうもうもしくはベイベーね角が2つで足4つ6本あるってことかへ、えーはいありがとうございます あれやっぱりいやヤンバルとかでよく見るよね。うん、うん、確かにそうだ。はい。ルパン外したフジッコちゃんだっちゃ。こんにちはヒープーさん所の石元と一個注文お願いします。送料どうなってますか。はい。これはですね鳥に来られる方。<laughs> 重いんで。そう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 。売ってないよ。売れないよこれはさすがに。 はい、ありがとうございます。じゃあコマーシャルです。へー、あ、シオンさんツイッターティーサージュの番組スローガンハーカラ高齢お風呂に入りましょうチラトジントンブロック最強一個増えましたね。はい <laughs>、うん。<laughs> えー、こんにちは名古屋の野永です。こんにちは。 アンサー、A、お土産で買って実家と自宅の外壁に貼ったのは気にならないんですが沖縄ににお邪魔した時はやっっぱり気になって見ちゃいますね初めて沖縄に行ったのは仕事の引き継ぎでだったんですが5年ぐらい担当していた前任者は僕が「あれ何ですかそもそも何て書いてあるんですかね」の質問に「沖縄の表札は低い位置にあるんだよ」「同じ名字が多いよね」とすんげえ適当なこと言ってました。 絶対嘘だなと思い「雪国は雪が降るから表札が高い位置にあるのと逆ですね」とすんげえ適当な返しをしたら「その通り」とか言ってました何がその通りよ後で前任者に「沖縄と雪国の表札について電話してみます、ね」<laughs> <laughs> 死に適当だな」はいありがとうございます返しも,もいいっすね そっか雪国は高いから暑いところ低いんだっつってね意味いこうかな <laughs> はい安心いないよ同じ名前の人死にいっぱいいるやし他の表をすなかなか見ないっていうねあの位置に <laughs> えー、俺から義理人情を取ったらただの変態ファミリー島マアダットラ・ドエスさんこんにちはカークーラー頑張れいやこの暑さやうん アンケート B 気にしてないなお父が石屋に石岩島を作らして家のブロックに蓄えしてあったなヒブさん石岩島係の電話番号を教えて設置届け出していないさ皆さんは体調に気をつけて良いいよ一日をはいだったらイツさんじゃあ今からね県のね道路管理課の石岩島課 <laughs> 番号ファックス番号を言いましょうね <laughs> <laughs>、はい 誰かツイッターで、えー、本当に信じたよやっていう人がいたよ <laughs> ない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 うんはいありがとうございます、うん、面白いな全く気にしてない人と探してまで歩く人がいるからね P さんはいこんにちは石岸島気になるねアンサー A すでに存在している石岸島ではなくはいここは石岸島置いた方がいいねと人様の屋敷や道路なんかを運転しながらチェックしちゃいます 今夜ナバロにものすごく気になる場所があります。私のものではないけど、家主に置いたらって言いに行ったら、変な人扱いされるはずね。ああ、でも気になる。じゃあ、のないつの山で安死気になる。うん、な何年な何かを感じるの？P さんは。ああ、ここはなんかこう悪い気が。 ストレートに当たってしまうな、みたいな、そういうのが感じるってことなの、<ー>すごいね。ヒーブさん、ハイ,イ横浜からブーン、二十ですこんにちは、アンサー A ですが、いろんな石岩島のデザインが気になります。あとは、五、三郎とかで、微妙な向きに設置されて、マジムーンをお互いに弾き返している。石岩島や、やたら高い位置だったり、微妙なポジションにある石岩島が気になりますね。はい ブー25さんもうゴサろうで勝ち合った時もうマジでも大パニックからねあたまっすぐしかいけないからあっちにもあるこっちにもあるってなって、ね、まどこにも曲がれないってなるっていうことですよねはい,はい、はいはい、ありがとうございますああいう番で十字路も、ね、若いしがゴサろうとかなったらどうなるのかなアンサー B こんにちはヒープンさんイハのカッチャンですこんにちは しかし我が家の娘小学生サラサラは車だったらあっちこっち見てあ石岸島を見つけたと目的地までに何個あったよと報告しますよなんでこれ探してんだろう一時、ね、興味がある時期があるのかなねえいやのかっちゃんさんありがとうございます何個ぐらいあるんでしょうかあのいやあと家から通勤するまでにとか 終わったやから一個もないんじゃないかなあるかないないってことはない,ない,はない本当は見てないだけもう帰るとき見てみようやったじゃんはいでは一曲、えー、ラジオネームドパン買した藤彦ちゃんからのリクエストいいですね林間 <laughs> バンドでウガンブスク入りました、うん、ティーサージパラダイス昼にボケとこ さあやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベストオーギリストを決めますよとはい今週のお題「賀さんばっかりインドを出してずるい負けじとけさんが出したものとは?」っていうことですねやっぱりああいう風にね2人いるとライバル意識が湧くんでしょうね。うん、いきましょう。本日一発目ラジオネーム「ソーミナーのかご」さんの「賀さんばっかりインドを出してずるい!」 負けじとすけさんが出したものとは惜しい宝くじ <laughs> 惜しいってこと当たってないしこれ <laughs> あと一か二で当たるよっていうやつね、うん、お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 、えー、みたいなね <laughs> はい、続きましてマッツンさんのかくさんばっかりが陰謀を出してずるい負けじとすけさんが出したものとは 見える人には見えているはずよと何にも持ってない手を突き出した裸の王様みたいなね見えるこれがあ心が汚れているね汚れているねっていうか相手悪人でやってきてるからね見えるって言っておかしいけどな、うんえー、続きましてルパンがした藤子ちゃんの「賀さんばっかり引導出してずるい負けじと助さんが出したものとは?」。 新聞 <laughs> これなんでかどういうことか <laughs> 読んでるんか自分で待ってよ今日の一面は <laughs> いや今じゃないよや <laughs> 続きましてペンギンさんの拡散さんばっかり印度を出してずるい負けじと助さんが出したものとはやじ<ジ> え、お前なんか、こんなたくさんいてる、から、お前なんか。なんだ、お前ら、から。か、くさん頑張れ。<laughs> っていうね。いや、もう戦えやっていう話ですけど。ええー、続きまして。いや、なれ、不かなれちゃんの。拡散ばっかり、陰籠出して、ずるい、負けじと助さんが出したものとは。<music> アリのすころり。<laughs> 見ようかな。<laughs> ちっちゃいやつなあの入っていくやつうん、うん、目に入らんのかっていうねいやんでこれ持ってきたわっていう続きまして名古屋の野中さんの賀来さんばっかり引導を出してずるい負けじと助さんが出したものとは聞こえよがしなため息。<laughs> はあ ああ <laughs> 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 いったチームワークちゃあなってるばやスケさんカクさんと見とこ思んとるチームワークちゃあなってるばやまた出したあるみたいな <laughs> いやいや出すのが仕事でよや <laughs> 続きましておでこっで誇張やさやーミナーのヒサさんのカクさんばっかり印度を出してずるい負けじとスケさんが出したものとは ふてくされたスケさんは遊郭にこもりすけべをしていたが突如女がろくろ首になり襲ってきた思わず首を切り落としたがいたたまれずに女の首を脇に抱えて出勤そこで思わず首を差し出してしまったこれ何の話じゃあ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 。<laughs> ここのの話を流せこっちの方が面白ハハや,や。<laughs> なんでこれ裏エピソードやが急に女の首バッて出してこの理由がこれだったって誰が分かるばこれ <laughs> はいありがとうございます続きましてムークの叫びさんの拡散さんばっかり引導出してずるい負けじと助さんが出したものとは ヘリウムガス出して思いっきり吸った行けよろお前が拡散がいってんの見ればえ、行けよ今やったよ帰れお家に高い声はこういう時合わないんですよ全然合わないんす。はい。白目部部長さんの拡散ばっかり引導を出してずるい負けじとすけさんが出したものとは インドのあ、インド人のろ人形、えー、略してインドなるほどバ,バンこのもんところが目に入るのかっつって「ちょっと待っとけ」って袋からこれちょっと50センチぐらいのまぎ「よしはいこれが目に入るのかインド人のろ人形略してインド笑えお前なんかっつって。<laughs> 格さんがえー、もういいよ下げれいや邪魔だから下げれこれっつってねラストかがしら2時50分さんの「賀さんばっかり印籠出してずるい負けじとけさんが出したもの」とは「おふくろのお守り涙が出てくるよや」<laughs> <laughs> これも見てお母さんからのお守り手紙も入ってるけさん ごはんちゃんと食べてますか黄門様との旅は大変だと思いますが寒いところも暑いところも行くと思いますがみんなと仲良くやってくださいかえてみんなおいりっておったおかと富子おかから <laughs> はいということで出、ね、揃えました <laughs> いいですねさあじゃあですね本日のベスト大喜利ストを決める前にはい続いてはこちらのコーナーです さあでは本日のねベストギリスト決めますよということでね「賀さんばっかりインドを出してずるい負けじと助さんが出したものとは?」っていうね「ソ、えーミナーのヒサさ,さんはですね、えー、女の生首」「ふてくされた助さんは誘郭にこもりスケベーをしていたが突如女が六六首になり,なり襲ってきた」「思わず首を切り落としたがいたたまれずに女の首を脇に抱えて出勤」 そこで思わず首を差し出してしまった。あのこれ。<laughs> っていうかよ、出勤っていうのもおかしいけどよ。<laughs> 裏のストーリーがすごいですね。これね。えー、名古屋のななたさん、聞こえよがしなため息。<laughs> このもんところが目に入らんのか。先の副将軍、三戸光圀公でやらせられるぞ。はあ。 <laughs> <laughs> はいタイムタイムあのす、ー、けさんちょっと河本さんちょ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 ,ちょお前後で反省会なお前仕事中にためぎってあるかよお前はみたいななんか不満があるんだってちゃんとミーティングの時言え <laughs> こっち来る前に言え本当にはい今日一子ですね香2時50分さんお袋のお守り <laughs> なんか赤いの「<laughs> 俺のも見て <laughs> このもんどか目に入らないのか俺も持ってるこんなの俺のも見て俺のもっとなんかハートフルな感じお母さんからもらったお守り頑張ってねえ」って「けや頑張るんだよ」ってねはいありがとうございますいやー仲良くやってほしいですけどねこのご一行は <laughs> アンケート石川島デイジーさんこんにちはこんにちは早速アンサーへ石川島もシーサーも貧困も気になりますあ貧困もあいたんやあれも前置きだよね変なのが入ってこないようにってことだよね石川島もそうだけどシーサーや貧困があるお家って守りのパワーも感じるけど営金中という感じがするよ以前配達で家の玄関回っていたんでそういうのがある家ってパワーがあったさ やっぱり魔よけの力があるんだね私も一軒家に住んだら魔よけ作ろうとではでははいありがとうございます確かにや今時この貧困あるお,お家ちっていうのは定義経験中かなって思うね立派なシーサーがあったりねあああ、はい、ありがとうございますああでもシステム的にもいいかなって思うんで目隠しにもなるしねあれねうん 皆さんこんにちはそそろそろーですこんにちはアンサーはどちらかというと A 昔ながらの石垣に紛れてひっそりとある石岩島見つけると嬉しくなっちゃいますね石岩島で思い出したんですけど旦那と入籍した日八千本通りでデートしたんですよ結婚記念に何か焼き物を購入しようとすると旦那が「これがいいこれかを死にかっこいい」と指さしたのはなんと骨壺 <laughs> 私は一瞬時が止まり冷や汗この焼き物が何なのかを理解していない旦那の銘はキラキラとした少年の銘をしていましたひぶさんこれって同じ墓に入ろうというプロポーズだったんですかねその骨壺は買わずに石岩灯付きのシーサー買いましたよ玄関に置いてますじゃ今日も最後まで読んなっちまってくださいはいそろそろ荒沢さんいや分かってなかったかもしれんどデザイン見てからこれ,これ上等です待ってこれ俺 工具入れにしたいな